はい、それでは次のスピーカーをご紹介をさせていただきたいと思います。クラウドフレアジャパンの亀田さんです。お願いいたします。それでは皆様拍手でお迎えください。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日は企業イベントではなくミートアップということなので元気にやっていきたいと思いますけど、クラウドフレアエヴァンジェリストの亀田です。で、冒頭ちょっとだけクラウドフレアの紹介もまあもちろん入るんですけども、後半クラウドフレアがどういうふうにクリックハウスを活用しているかですね、についてお話をさせていただきたいと思うんですが、実際現在クラウドフレアはインターネットのトランザクションの約 20% を管理させていただいてます。で、インターネットのトランザクションって平常時でだいたい秒間10億リクエストぐらいあるんですね。これ逆に言うと秒間2億回ぐらいのデータが実はクラウドフレアに世界中のクライアントのブラウザからインジェストされてきて、それがクリックハウスに全部データ投入されて、まあだいたい10秒ぐらいの遅延はやっぱりどうしても出てしまうんですけども、管理者画面の方で検索可能になっている。こんな利用をしています。で、今の、まあ、パブリッククラウドが道を広げた、まあ、エンタープライズ企業における IT の流動性ですね。これは、まあ、DX の流れに伴って、まあ、ユーザーの要望をいかに早く自分たちのビジネスに反映させれるかと。これがやっぱり企業にとって今非常に重要になってきています。で、そのためにパブリッククラウドは、一個一個のサービスをなるべく小さく細かくして、エンジニアが必要な時にいつでも必要なテクノロジーを搭載したサービスを利用することができると。で、ちょっと作ってみて、ダメだったらもういらないと。サービス単位で切り離せるようにしてしまうと。イベントドリブンアーキテクチャーと言われるものが、今クラウド上でのアプリケーション開発の主流になっています。一つ一つのアプリケーションをなるべく小さく分割しておいて、メンテナンスしやすいようにしておきましょうと。まあどうしても複雑になると関わる人も増えますし、関わる人が増えるとややこしい話がまあ増えがちだと。なので一つ一つのアプリケーションを小さくし、お互い素結合状態ですね。API コールで非同期で相手を呼べるようにしましょう。というのが今のクラウド上のアプリケーション開発の主流になっています。これは当然ながらログの爆発というものを引き起こします。まあ今、オブザバビリティ系のツールであったり、クリックハウスさんを中心としたいろいろなデータウェアハウスのサービスが生まれているのは、まあそういったところが一つ背景にあるんじゃないかな。このイベントドリブンアーキテクチャを別の尺度、デプロイメントという尺度で見ると、マイクロサービスアーキテクチャとも言われるんですが、一つ一つのアプリケーションを独立した状態で非同期で維持できるのであれば、個別のパイプラインを作ることができますから、アプリケーションを局地的に自由にバージョンアップさせることができると。よりユーザーの要望をアプリケーションに反映させやすくなるというところなんですが、これはですね、企業のセキュリティ担当者からすると、必ずしも喜べなかったりします。個別のアプリケーションがバラバラと現場で生まれ、それらが勝手にインターネットに接続されてくると。当然セキュリティという観点ではちょっと待てと言いたくなるわけですね。で、AWS であったり、Microsoft Azure の2社なんかが中心として提唱しているコンセプトが、ガードレールというコンセプトになっています。このガードレールというコンセプトは、従来のセキュリティは、ストップライト型、信号型というふうに言われるんですけども、まあ一旦全員止まって、必要なチェックをして、OK であればそこから先に進んでいきましょう。それが従来のセキュリティ信号型ですね。で、このパブリッククラウドベンダーが提唱しているガードレールというのは、あらかじめセキュリティの範囲を、必要なセキュリティの設定をし、ガバナンスを効かしたインフラを起動できるようにすることによって、開発者がやっていいこととやっちゃダメなことを、もうインフラレベルで最初から定義しておくと。そうすると、やたらめったらセキュリティ違反の基盤が立ち上がってくることはないでしょうと。これがまあガードレール、別名シフトレフトって言われるんですけど、シフトレフトっていうのは同じことをやるんであればなるべく早めにやってしまいましょうという考え方ですね。後になればなるほど状況は複雑になり関係者も増えるので、同じことをやるにしても大変ですよということです。これ実は結婚生活にも同じでして、奥さん怒ってるかなと思うときはですね、もう
思った瞬間に謝っておかないとですね、2日ぐらい大丈夫かなって黙っていると3日後ぐらいに本当に大変なことになりますので、まあ、ご家庭でもシフトレフトっていうのは非常に重要だと。あれ皆さんなんか空気ちょっと大丈夫ですか、大丈夫ですかね。はい。で、私常々ですね、このガードレール型、まあ、パブリッククラウドが提唱する DevSecOps みたいなものを導入するときに、最終的にブレーキをかけるのは2つだろうなとずっと思っていました。1つがアプリケーションソースコードですね。これはパブリッククラウドではどうにもできないので、皆さんが作るアプリケーションが持ってしまうであろう脆弱性。実はこれが一番最後まで足を引っ張るかなと思ってたんですが、まあ最近の生成 AI なんかの話を見てると、あと数年ぐらいで IDE が完全に脆弱性診断の機能を持っちゃうんじゃないかなと。そうするとまあ CI/CD のパイプラインなんかでビルドする際に、デプロイの前にビルドする際に、ギギッと危険なアプリケーションを止めてくれるんじゃないかなと。となると、最後に残るのはやっぱりネットワークなんですけども、まあ、基本的に企業がいろんなアプリケーションを生み出し続けると攻撃者からすると攻撃ポイントというのは延々と増えていくわけですね。その攻撃ポイントをなるべく減らすと企業がインターネットで接続するものをなるべく一箇所にしてしまうと、これが基本的なクラウドフレアの考え方だったりします。ただし一箇所にするだけでは世界中のユーザーの通信が一箇所に集まってきますよね。で、そこでセキュリティが施されて目的地に飛んでいくわけですから、めちゃくちゃ安全だったとしても遅いシステムが出来上がると。であれば、一つのセキュリティ機能を持ったデータセンターを世界中に数百個並列で分散して動くようにデータセンターを配置しておけば、物理的には数百個のデータセンターに分かれてセキュリティが動くんだけど、論理的には一つになるという状態を作り出すことができます。これがクラウドフレアの基本的な考え方なんですが、当然一つ一つのデータセンターがログを吐き出すので、それをどこか一箇所に集端させて、分析機能をつけて、ダッシュボードをつけて、管理者に提供するという必要があります。それがクラウドフレアがクリックハウスを採用している一つの理由です。で、現在の企業のセキュリティ、まあ、IPA が出しているレポートなんですが、このサプライチェーン攻撃と、いうところがかなり大きい問題になりつつありますと。1位はずっと不動のランサムウェアなんですよ。これはもう不動のランサムウェア、過去4年5年ぐらいずっと1位ですかね。おそらく今後も変わらないと思いますが、毎年順位が1個ずつ上がってきたのがサプライチェーン攻撃というものですね。どういうものかといえば、まあ時間とともに企業のネットワークというのはやっぱり複雑化していきますと。データにアクセスする側とアクセスする先がどん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 細分化していくので、ちょっと画面がもしかしたら見づらいかもしれませんが、この白い点線一本一本が攻撃者からすると攻撃可能表面になってしまうので、どこかの時点でどっかの点線が破綻すると企業のセキュリティはそれで破られると。で、この状態を一箇所に集端させる必要がありますというのが基本的なクラウドフレアの考え方なんですが、さっき言った通り物理的な一箇所に集端させると全ての通信はめちゃくちゃ遅くなるわけですから、論理的には一箇所なんだけど物理的にはデータセンターがめちゃくちゃ分散しているという状態を作っているのがクラウドフレアになります。で、現在世界の120カ国320都市以上に500を超えるデータセンターというのが存在しているわけです。当然、管理者は500を超えるデータセンターがあって、その500を超える管理者画面を見たいわけではないですから、それぞれでインジェストされたデータ、トータルで、クラウドフレア全体で言うと、先ほど申し上げた通り、秒間2億件ぐらいのインジェストがあるわけですが、それを一箇所に集端させて、お客さんのアカウントごとにパチションを切って、ログという形で、なおかつ、ダッシュボード。要は集計ですね。をした状態で機能を提供しています。で、クラウドフレアは、ビジネスの規模の成長とともに、まあ、裏側のデータのログ基盤が、やはり一番足を引っ張っています。昔はですね、ここにもしいらっしゃったら申し訳ないんですが、エラスティックサーチなんかを使っていた時代もあるわけですけども、今は裏側は、クリックハウスを使っています。で、フロントのダッシュボードですね。管理者画面から見るダッシュボードがグラファナと。
ただ当然世界中の500を超えるデータセンターから集まってきたデータが、さすがにリアルタイムで表示できるほどの謎技術っていうのは存在していないんですが、まあ私今日ですね、この場所に来る前に会社でちょっと試したんですが、それでも10秒ぐらいの遅延で通信のログっていうのは画面に出てきますので、かなり物量から考えると高速に動いてるんじゃないかなとは思います。では、セキュリティがどうですよとか CDN のキャッシュがどうですよというところなんですけども、もう一つですね、当然セキュリティのサービスですからデータのドリルダウンっていうのは必要になります。で、クリックハウスは、まあ先ほどのクリックハウスの方の登壇の中で OLAP ですよと、要はアナリティクス、カラムナー型で縦にデータをバーッと舐めて必要なデータを触らないところが得意なんですよっていう話をしたんですが、当然 OLTP 的な機能もあるわけです。なので管理者が個別にログをドリルダウンしたい場合は、まあ今は1行ずつ1個の通信がログで出てますけども、これをダブルクリックするとドリルダウンしていくことができると。じゃあ一般的な EC サイトなんかと違って CDN とか和風のログがどういう技術特性を持っているかというあたりですけども、まずデータがとにかく大量ですと。だいたい秒間2億件ぐらいのデータがインジェストされている。それからスキーマが不定なんですね。これは一般的な EC サイトとは少し違います。 CDN なんかを普段使われている方はご存知だと思いますが、 HTTP にカスタムヘッダーっていうのがありますよね。 X- なんちゃらかんちゃらとくっつけることによってブラウザーとアプリケーションの間に独自のセッションを構築したり、まあこれは多くのサイトで使われているものですが、当然ログを取得しないといけない側からするとスキーマが不定になります。あとは当然どっかのパブリッククラウドのリージョンでアプリケーションが動いているわけではないですから、世界中のデータセンターで分散してアーキテクチャが動いていますので、その分散アーキテクチャに対応するログの集端ポイントっていうのが必要になります。で、これ2014年の図なんですけども、もともとはですね、Postgres なんかを、あと Citus なんかをクラウドフレアは使っていたわけですけども、この時点でですね、これ2014年、10年前なので、秒間600万回ぐらいのインジェストが発生していたんですが、すでに、ね、このログがクラウドフレアの成長の足を引っ張り始めていたというところなんですけども、秒間600万回で限界になるんですかって話なんですが、そもそもですね、HTTP の通信って、やっぱりかなりログが変態的なんですね。何もいじっていないデフォルトの状態で吐き出されるログってこんだけあるんですよ。もうこれだけ見てもちょっとゲロ吐きそうな状態だと思うんですけども、これが秒間2億件インジェストされてくるということですね。今クリックハウスを導入して、まず一番大きいところとしてスポフがなくなっていると。クリックハウスというのは基本的に分散アーキテクチャかつ水平スケーリングを実現させることができますし、ストレージも含めて分散させれるっていうのは非常に大きい特徴なんですね。ちょっとさっきの図に戻りますけど、さっきの図だとポスグレの上に乗ってる計算濃度は当然水平スケーリングするんですけども、ストレージ自体は最終的にみんな同じストレージを見てしまうので、どうしてもスポフになってしまうというところで、それをクリックハウスに切り替えることで、まあ、台数を横に増やせば増やすほど直線で速くなっていくっていうほど世の中優しいわけでもないですけども、ある程度のスケーラビリティを確保することができて、これはクラウドフレアのビジネスの成長とともに、日々どんどんクラスターが増えている。今だいたい600クラスターぐらい動いているというふうに聞いています。それからもう一つ、通常の EC サイトなんかと違うのは、ほとんどの通信のログって、ほぼ同じだったりします。まあ、当然ね、ユーザー ID とかユーザーエージェントとかそういったものは変わりますけども、ほとんどのものは同じだったりするので、やっぱり一個一個のデータを処理するよりは縦にバーッと舐めて集計をする OLAP 型の方が相性がいいわけですね。ただし、さっきお見せした通り、一個一個のログをドリルダウンしたいケースというのはセキュリティサービスですから必ずありますと。で、これは、クリックハウスもそうですけど、今、ありとあらゆるっていうと、もしかしたら主語がでかすぎるかもしれませんが、著名系なデータベースは OLTP 型であれ、OLAP 型であれ、HTAP 型になりたいなっていうことで開発が続けられてるんですよね。
HTAP 型って何ですかっていうと、まあ両方できますよって、ざっくり言うとそんなデータベースのことを HTAP 型と言いますと。OLTP 型のものはカラムナーのデータ処理を得意にするように伸びていきますし、OLAP 型はトランザクションアシット属性をサポートできる方向に機能が伸びているというのが今の実情ですと。クリックハウス、もしかしたら私の知識が古かったら後でクリックハウスの方に怒られるんですが、HTAP 型になろうとしてトランザクション機能なんかを、まあ、今機能強化しているはずです。で、OLTP 型としてその完全なるトランザクションの機能はまだクリックハウス持ってないはずなんですが、実はですね、WAF っていう意味で言うとそれってあんま重要じゃないんですね。なぜなら管理者画面からデータを書き換えないので、基本的にはデータがインジェストされてきて、それを検索かけれればいいんですよね。だからセレクト機能だけあれば、トランザクション機能なくても実は十分クリックハウスはクラウドフレアにとってはありがたい基盤ということが言えます。それから、先ほど少しお話をしたカスタム HTTP ヘッダーというものなんですが、これはクラウドフレアの管理者画面で自由に WAF のルールなんかと連携できるような HTTP のヘッダーをどんどん作れますと。当然それはお客さんがアプリケーションの制御をしたいからこそ作っているヘッダー領域なので、そのカラムはめちゃくちゃログとして重要なんですよね。それがまさに時としてはセッション管理に使われるので、セキュリティ的に重要になりますと。クリックハウスはスキーマーズコードという考え方をもともと持っていますと。これは投げ込んだ JSON をもとに型を推論して勝手にテーブルを拡張してくれるような、ちょっと私自身がこれ触ってるわけではないので、ドキュメントの知識で申し訳ないんですけども、そんな機能がありますと。正式名称をですね、クリックハウスの人に聞いたところ、オートマティックスキーマーインファレンス for JSON オブジェクトという機能らしいですと。クラウドフレアは裏側でこれを使っています。 WAF なんかと連携させる HTTP のカスタムヘッダーをお客さんが作ると、クラウドフレアはそれをログとして出してあげないといけないので、この機能を使って裏側でパティション単位でスキーマを拡張してあげていると。ノーエスケールとか使えば別にスキーマレスで JSON 何でも入るっちゃ入る世の中にはなってるんですけども、インデックスが貼れないですよね。だから割と早めに限界が来るでしょうと、検索ができたとしても。で、データを投入すると、まあ、テーブル名入れてデスクライブすると、ちゃんとテーブルが変更されているよというのが分かるようになっています。で、ここから先は、まあ、クラウドフレアの、今年後半にリリースしますよっていう、機能の予定なんですけども、まあ、さっきお話した通り世界中のログがある程度集計されて、もう本当10秒未満ぐらいの遅延で確認できるようになりましたと。クラウドフレアの次の野望として、世界中のいろんな雑多なもの、例えば MERS とかありますよね、からデータをかき集めるための基盤として、もう CDN や WAF を飛び越えて、そういうネットワーク自体をお客さんにサービスとして提供していこうという考え方を提唱しています。で、Kafka だったり、まあ、HTTP のエンドポイントとか、クラウドフレアのワーカーズっていうサーバレスコンピューティング基盤とかから、データをどん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 インジェスト してもらって、それをパイプラインという形で管理しようと。で、現在開発中なので出てきた時にどうなるかは分かりませんが、現時点ではこのパイプラインの裏側の 100% になるかどうかは私は聞けなかったんですけど、クリックハウスを採用して、少なくともデータの集計基盤あたりは必ずクリックハウスが入ってくるんじゃないかなというふうには思っています。はい、私のセッションは以上になります。QA あとですよね。はい、皆さんどうもありがとうございました。はい、カビラさんありがとうございました。